妻と食うシリーズ第2弾ということで、前回の企画は個人的に楽しすぎたので今回も食べていこうかなと。でちょっと前回やった時の動画はまだリアルタイムでは編集公開してないので、皆さんの、ね、コメントまだ反映できてないんですけど、今日はケンタッキーとデザートにミスド食べたかったから買ってきたと死ぬほど買ってきたね。まあ普通にもちろん食いたいんですけど、それとは別によ、ネットでさ、ちょっと調べたのよ。実は、このチキン、白米合う説。これちょっと試していこうと思うんだよね。どう思う？いや、食べたことないからね。予想通り。なくはないじゃない。これ個人的には、あるとかないとかじゃなくて、うざいだと思ってるよね。なんか、もうとにかく、手がべちゃべちゃになるじゃん。あ、まあそれはね。うん、で、お茶碗と箸持たなきゃいけないじゃん。うん、それが、なんか合うとか合わないとかじゃなくて、うざい。忙しいと思うんだけど。まあちょっとまあ食べつつ、これご飯と合わせてやっていこうかなと。はい。はい。あ、飲み物か。うん、そうそう。まずは、そっちがまずはよ。まずはか。まずはだよ。酒よね。そうです。酒酒。とりあえず、これ、ビール、こんな感じ。これ、ショート6本。これ、丸く。そうそう。今日も。そう。ひとまず、まあ、食う前に乾杯するべ。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。とりあえず食べていく、バーレル、はい、これちょっと開封取ろう、はい、これ一番うまいとこだから行くよ、これうまいところ一番うまいとこだから、これわあ、肩透かしあ、来た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 、いいねいいね、めちゃくちゃうまそう。ちょっとこれ食べちゃっていい、はい、あ、待って、まだしてないよ、うん、いただきます。いただきます。はい、やっぱこれですよねっていう、うん、うまい。たまにっていうか定期的に食べたくなるんだよね。うん、あのさ、今さコンビニとかでもさ、ホットスナック系こういうチキンあるけどさ、うん、やっぱ王者だよね、うん、うまい。じゃあ食べちゃってくださいよ。はい、うまそう、うん、うまい、うまい。なんか鶏皮好きじゃないけど、ケンタッキーはやっぱ食べたいよね。あー、わかる、うん、ケンタッキーはもう許せる、唯一許せる、うん、それビール流しじゃないの、そこで飲み方飲み方うん、うん、うまい、うん、うまい、うまい。やっぱうまいな。手がいかれるな。手は一撃だね。で、これ骨あん、あ、それこれ食いたい、うん、それあげる。サイドメニュー4つついて2400円ぐらいだったんだよね、うん、確か。だからさ、もし1万円客やるとしたらさ、うん、これ4バレル分ぐ食わないといけないってことでしょ。でも俺はもう4ピースぐらい食って、すごっ、早っ。もうこんなに残骸が、あ、違うわ、今日の裏企画忘れてた、ライスよ。あー、忘れてた、ライス。チキン2個食べちゃった。チキン2個食べちゃったまず米ね。あ、ありがとう。ワイの米、米これね、からのからの、ほら前回行数やった時にこれ余ってるから、1キロのタルタルソース、うん、じゃちょっとこれでチキンで食おうよ。ちょっとこれでいいんじゃない、一番、うん、どうなん、うん、合う、あ、合う、うん、めっちゃうまい。ほんと、うん、今取ったところはさ、別にめちゃくちゃ脂っぽい部位じゃないから、うん、あれなんだけど、そもそも衣のみでめちゃくちゃ合うから、いや、めちゃうまいよ。信じてないかもしれない、なんかね、全然信じてないかもしれない。そうなんだって感じ、なんかね心がそこまで動かない。うまい、うまい。何ペッパーあるのかな、何を喋ってるかわからんのかな。ケンタッキーの炊き込みご飯とかさ、うん、バズったりしたじゃない、うん、それがうまいってことは、うん、白米にも合うよね。うん、そうね。ちょっとさ、行こうよ。あ、デブ飯すぎるね。結構豪快に乗せたただのデブ飯なんだけど、これ。あ、あの、やばい、全部食べたじゃん。いや、肉がなかった。あー、そういうことだけど、タルタルだけ口に入ったと、うん、あのね、うん、
あのね、肉がもう残りなさすぎて、結論俺は今タルタルでご飯を食った。そこね、ちょっと食べにくいかもね。うん、うん、でも合うと思う。うん、基本的には美味しいと思う。でも結局デフォーをこうやって食うのが一番うまい。あ、まあそうだよね。うん、ちょっと俺の代わりにこれチキンご飯いっちゃってよ。かじってからのご飯かな。はい。いや、いいネタをありがとう。どう？あ、ちょっとよくわかんないけど。ちょっとよくわかんないけど。美味しい。美味しいよね、うん、おかずとしては全然ありだ。思ったより全然いけるね。いけるよね、うん、ちょっとタルタルいってよ。タルタルね。うん、うん、うん、そう、結局タルタルご飯なんだよそれは、うん、もうマヨの方がいいかも。あー強すぎる、うん、うん、強すぎるかも、うん、タルタルはいらんのご飯と一緒だ。やっぱそうだよね、うん、結論タルタルはいらん、うん、今日はさすがにあれだね、あの様子みたいにおかわりはできないかも。違うものを持ってこない限りちょっとおかわり、うん、大丈夫、うん、うん、うん、じゃあコメントとかでもしあったら教えて、あの、これ私はうちはうん、うちはコメントあるよみたいな。どれぐらいいんだろうね。とりあえずバーレル、バーレルは完食。何食いたい？一回さ、ポットパイ食べたいんだよね。あ、ホットパイ？あ、ポットパイ、まあどっちでもいいわ。じゃあこれ食べて。ポットポット、これってパイシチューみたいなもんなのこれって？あ、そうだと思う。真ん中からだね。で、真ん中やってこう入れてくる。あー、おー、おーと、しっかり残ってんじゃん。え、めっちゃうまそうなんだけど、やばいやばいやばい。あー、なるほどなるほど、はい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 。いただきます。はい。うん、どうよ。うん、コーンポタージュと、まあシチューなんだけど、コーン、うん、コーンクリームシチューみたいな。あー、普通のシチューではねえんだ。子供が好きそうな味かも。うん、うん、うん、美味しい、うん、ちょっと甘くて、うん、でもシチューではないね、確かに。そう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 、コーン感が強いよね。うん、コーンっぽい。これこう言ってもいいの周り。そう言ってもいいかもしれないけど、そう言ってる人初めて見た。うん、パイっていうかさ、美味しいクロワッサンみたいなね、うん、味も初めて食ったけど美味しいこれね。うん、でもこれにさ、2個ぐらいのチキン食べたら普通の人はお腹いっぱいだね。うん、お腹いっぱいだね。うん、これ買ったんだけどさ、これ結構これ好きなんだよね。普通のチキンも好きなんだけど、このクリスピー、うん、音が、うん、今結構お腹いっぱい？普通にいっぱい。まだ食べれる。ああ、よかった。まだ食べれるし食べる。ミスドあるから。あ、そうだね、ちょっと忘れてた。ミスドありますから。ケンタッキーしか頭にない。これにさ、タルタル、タルタル、あ、そう、合いそうだね。うん、竹を片手に。あれだな、タルタルが強い。持ってかれてる。うん、絶対俺バドあるじゃん。アメリカっぽくしようってことで、あの今回あのバド買ってきたんで、なんでパッケージが変わってるバドいただきます。あ、やっぱそうね、別にうまいまずいとかじゃなくて、うん、水よね、うん、バドって。あっさり。ツイスター食べる。ツイスター食べる、うん、どっち、照り焼きかペッパーマヨか。普通のペッパーマヨにする。ペッパーマヨ、うん、ああ、ちょっとくちょってなって。いいね。いただきます。はい、うん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 、でもなんだかんだケンタッキーってバーガーとかツイスターとかさ、うん、チキンに比べて頼まれにくいけど、うん、めちゃうまいよね、うん、ちょっと俺照り焼きの方食っていい？あ、いい、開けるとあれ、そうそう、こういう照り焼きがゴリッと入ってる、うんうんうん、うまっ、うまい、うまっ。ペッパーマヨも美味しいけど、うん、ちょっとやっぱピリってくるから、うん、ちっちゃい子とか辛いのダメな人はなのね。ダメだもんね。やっぱ大人にはこう、照り焼きはさ、もったりしてる感じだから、うん、きつい人もいるかも。甘みあるからね。うん、うん、うん。今さ、もう結構お腹いっぱいになってきたの。やっぱビールでも腹膨れてるし、うん、また5ピースあるんだよね。めっちゃお腹いっぱいになってきた。めっちゃお腹いっぱいでしょ、うん、ミスのあるよ。
ミスドは無理だね。めっちゃ食ったけど、まだ全然あるよ。これチキンなんだっけ、フィレオ、チキンフィレ、多分バーガーが、うん、ケンタのこのバーガー、うん、好きなんだよね。わかるわかる。これってさ、あ、骨なしチキンと同じなのかなって思ってたんだけど、うん、違うの、違う、今、うん、違うと思う。本当に、うん、こんなパサッとしたって無念っぽい。あ、じゃあ一緒なのかな。なんかもっとジューシーじゃなかったっけ。ちょっとわかんない、ちょっとわかんない、あの責任持てないことは人に言えないな。グレーで、あと時間経ってんのもあるよね。あー、しょうがないな、それは俺らの責任だな。でも腹いっぱいだけど、やっぱ最後でもうまいと思ってんのがすごい、うんうん、やっぱケンタは、うん、ファストフードで好きあらば食べたいって思うケンタッキーが一番。やっぱ他のファストフードってイメージだけど日常使いするじゃん。ケンタだけ唯一さ、うん、特別感ない。なんかなんかクリスマスってのもあるしさ、イメージもあるしね。うん、はい、パイどうだよ。パイ食べない。パイはパイも食べるか、うん、チョコパイ食べよう。うん、うまい。チョコだけど濃いココアっぽいさもある。あ、うん、うん、うん、チョコ好きな人はめっちゃ好きだと思う。うん、濃い、うん、うん、うわ食ってんな結構言うても、うん、ちなみに腹何分目。結構もう 9.5 とか。 9.5、 うん、俺もちょっとこれが最後かな、あのチキンは。したらしちゃらしちゃらケンタッキー食い終わりまして、ちょっとじゃあデザートに、まあ、買ってきたもの全部じゃなくて、うん、俺軽く食うわ。どうなってる、うん、こんな感じ。ポンでピカチュウは食べる。これ期間限定のやつで、あの娘に買ってきたやつだね、うん、久々に食うんだけど。うまいでしょ。うまいね。うまいよね、やっぱうまいわ。うん、でもやっぱポンデってシュガーコーティングのシャクっていうサクに、うん、よりもちょっとしっとりしてる食感と、うん、このもちっとしたポンデの食感が好きなんだけど、うん、結構さ限定のポンデとかってさチョココーティングされてあるじゃん、うん、あれ俺めっちゃ嫌いなんだよね。ゴリっていう食感とはこのもちが合わなくて、うっすらシャリっていう、うん、お前はお前だってほしい、うん、なんかもうこれがうますぎて、うん、アレンジ効かない代表だと思ってる。うまい。じゃあ、あとは自分で食うって買ってきたノルマはこれで最後。エンゼルフレンチ。ああ。ミスタードーナツさんって基本生地うまいよね。いわゆるコンビニのドーナツとか、うん、あと他のドーナツ屋さんとかと比べても、うん、この生地に気泡が多い気がして、うん、なんかふわっとした軽い食感だなってやっぱそれは思う。うん。うん、うん。まかった。じゃあとりあえずごちそうさまでした。しますか。はい、じゃあせーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、じゃあちょっと最後に聞きたい、まあ、ケンタッキー全部美味しかったじゃない、うん、こんな美味しいケンタッキーさんに対してどれが一番うまかったなんていう野望な質問をする気はありません。ただ一個だけ聞きたい、米とはあったか、あありかなしか、個人的にでいいから判定お願いしたい。ありだけどなくてもいい。なくていい。味はめちゃくちゃあり、でも別になくてい い, い, い。俺らがのんべえだからかな。そうそうなんだよ。子供の頃に親にご飯として麦茶とケンタとお米置かれたら、うん、ごちそうだって食べる。あ、ごちそうだって食べるレベルで相性は良かったね。まあちょっと気になる方というか、いやそんなことないでしょって思う方はね、ちょっと一度やってください。そんな感じで、はい、今日は終わりましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。したー。